スコラ坂本龍一音楽の学校。20世紀の大衆音楽はドラムとベースがリズムを強調し、ダンスミュージックとして発展してきました。そして1970年代、リズムに大きな変革が起きます。コンピューターが音楽に導入され、それまでのドラムとベースに代わって機械がリズムを刻むようになったのです。スコラドラムとベース編第4回は、高橋幸宏さん、細野晴臣さんを迎え、コンピューター登場以降のドラムとベースの役割について学びます。はい、スコラのドラムスとベース、その第4回なんですけども、細野晴臣さんと高橋幸宏さんに、来ていただいてですね、まあドラムスとベースの現在そして未来ということを少しお話ししていただこうと思うんですけども、まあ、70年代の本当に終わりに、まあ、僕たちが集まって YMO っていうのを作った時に、やっぱり、シンセサイザーっていう楽器とで、まあ、簡単なコンピューターが出てきたっていうのが大きかったと思うんですけど、それまではね、もう細野さんも幸宏君もちゃんとそれぞれの楽器のもう超一流のプロだったんですけども、あえてそれをシンセとコンピューターに変えたっていうのかな、そのコンピューターを使わない時代の音楽と何かが決定的に変わったような、まあ、それであれが出てきた、例えば僕たち無機的な音楽とかピコピコサウンドとか言われて、無機的言いたくなる気持ちも、まあ、理解はできるんだけど、だけど僕たちは逆にすごく興奮してたじゃない、あの興奮って何なんだろうね、1曲目にやったのがファイアクラッカーを一度生でやったんだよ、手で弾いたね、手で弾いた、そしたら、つまんなかった、ね、あ、そうそうそうなんです。今はすごく好きなはずなんだけど、当時はそのグルーヴ感が邪魔だったんだ、揺れるグルーヴ感みたいなね、グルーヴ感を僕たちは捨てようとしてたんだ、当時、それは YMO を結成する前からそういうことをやりたかった、それとも YMO っていうグループの発想がそういうところだった、そうなんです、その前まではもう前の日ぐらいまではグルーヴを追求してたから、それを突然グルーヴなしでやってみようっていうのは何かきっかけがあった、その無機的な音楽っていうのは未体験の世界だから、冒険心ですよね、でもいきなりもうやりたくなったらやるじゃない、ミュージシャンって追い求めちゃう、クラフトワークの影響とかね、そういう意味であったのかもしれない、クラフトワークの影響大きいよ、だからと、まあもう一人ジョージ・モーダーね、クラフトワークのデビューって結構早いですよね、70年代の初め頃、そう、ただああいうふうにこうテクノ的な様式を確立するのは、アウトバーンからだから少し後ですけどね、ああいう音楽が生まれたのはディスコからですよね、そうですね、でディスコっていうのは本当に正確なビートをずっと刻み続けるもので、要するにシーケンサーでこう正確なビートをやっていくっていうその心地よさに何か目覚めちゃったっていうか、1970年代以降、コンピューターやシンセサイザーの登場で世界の音楽シーンに新しいリズムが誕生しました。1974年ドイツの音楽グループクラフトワークがアルバムアウトバーンを発表。コンピューターの無機質なリズムを強調したサウンドは後にテクノミュージックと呼ばれるようになりました。さらにアメリカを中心に人気を集めたディスコミュージックでもリズムの変革が起きました。音楽プロデューサージョルジオ・モロダーがダンスミュージックにコンピューターのリズムを本格的に導入したのです。そして1978年、細野晴臣さんの呼びかけで坂本龍一さん、高橋幸宏さんが集まり、イエローマジックオーケストラが結成されます。3人が初めて演奏したのは
民族音楽をモチーフにしたエキゾチカと呼ばれる音楽のカバーでした。YMO はもともと揺らいだリズムを持つこの曲をコンピューターが生み出す正確で均一なリズムで演奏しました。細野さんはベースが生むグルーヴをなくすため鍵盤を使ってベースラインを演奏しました。またドラムの高橋さんはコンピューターと同調させたリズムを叩きました。ダッ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 のベースはオリジナルですよね、あのライン、うん、あれはあのベースもそうだけど高いピッコロみたいな音で実は上もやってるのね。やってる、うん、これがちょっとミソっていうので、うん、このフレーズに合わせてドラム叩くっていうのが、うん、まあ、ダッ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 なんか面白かったんですよ、うん、このフレーズがなかったら多分あの曲は、うん、あのいうアレンジになってないし。そうそうそう、最初の YMO はこうリセットするみたいにこう拍手の世界っていうのかな、揺れもなしにこう縦がきれいに揃っていてこうすごくペカペカの世界じゃない、うん、でもやっぱりすぐ飽きてね、うん、いわゆるグルーヴって言ってるようなこうズレをさ、まあいろいろ試していたじゃない、うん、で当時はまだあのすごい荒かったので、あの均等がね12対12ぐらいだったんですよね。でそれをわざわざね13対11とかね、うん、こういろんな数値を試してみて、うん、沖縄の花形に近いなとかね、うん、ニューオーリンズに近いなとかね、うん、いろんなことを実は試していたんですよね、うん、だからあ、ノリとか言ってんのはこういうことかっていう、うん、そういう分析に役立ったよね。すごく立ったね。そう、自分の跳ね方がどのくらいなのかなって数字に置き換えて、それまではさ、うん、すごく曖昧な世界だったもん、うん、数値がなかった、ね、なかった、うん、基準もないし、そう、なるほど、沖縄はこんくらいこういう跳ね方なのかとかね、こんくらいすると沖縄っぽいっていうね、うん、感じが分かる。すごい発見だよ、黄金比の発見みたいな。そうですね、うん、で、あのいわゆる3等分したそのトリプレット3連音符にすると跳ねすぎでね、うん、これじゃないっていうね、要するにそういわゆるあのシャッフルじゃないんだよね。一拍の中で跳ねてるような、うん、つまりドラムで叩くとこういうふうに、それニューオーリンズの、跳ねてんだ、跳ねてないんだ、終わっちゃった、あ、やらせて、いや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 つい、サガで音楽の持つリズムには民族や時代によって微妙なズレがあります。そしてそのズレを表現するためには演奏者の経験や勘に頼らなければなりませんでした。17からでしょ。YMO の3人はコンピューターを使ってそのズレを数値に置き換えようとしました。固定でしょ、リズムのステップを微妙にずらしてって、あの人間のノリを、ノリがね、心地よいノリっていうのを一番近づけることができるんで、それをあの今からやってみようと思いますけど、じゃこれでちょっとだけ聞かせてもらおうかな。もう一回頭から。ここからは YMO が当時行ったリズムの分析について学びましょう。音と音との間隔を測るため8分音符を12分割します。最初は均等なタイミングで8分音符を鳴らします。そして音が鳴るタイミングを微妙にずらしていきます。
上の方法論で沖縄の曲ハイサイおじさんを分析すると14対10の間隔でリズムが刻まれています。ハイサイおじさん、ハイサイおじさん、年頃なタコと筋肉マフサム。このように音と音との間隔を細かく検証することで YMO は民族音楽のリズム感をコンピューターを使って表現することに成功したのです。追いつかないね。いろんなあのリズムの感覚とかそういうものをね、分析してノリとかそういうものを出せるっていうことはコンピューターの一つの特徴だと思います。グルーヴの音楽にあるようなそういうシンコペーションをコンピューターで作るようにこう冒険しましたよね。そうそうそう、その通り。ところがもう極端に言うと跳ねてないのに、つまり均等なのに音色とか今度大きさ、音の大きさでこれがまたグルーヴが出てくるってことも後になってだんだん分かってくるんだよね。それが分かってくるのちょっと何年か経ったよね。そうだね、うん、だからシンセサイザーにベロシティがなかったから昔。そうなんだ。そうそうそう、ベロシティ、ベロシティ、あ、強く押せばそれだけ強く押せば普通の楽器を持ったみたいに大きさがコントロールできなかったんだよ、うんうんうん、だからね、均等でもさこれでもうグルーヴが出てくるでしょ。だから単にその遠さだけのこう時間 の, あの音の位置だけの問題ではないっていうことが分かってくるわけです。面白いですね、うんうんうん。